はい、こんにちは、116インズです。今回は個人的に見た目とのギャップがすごいと思う成績をピックアップしたいと思っています。昔と比べて野球の細かい成績的な部分ですとか、選手の貢献ですとか、 そういった数字の面に特にセイバーメトリックス等が普及したあたりから関心がより向けられるようになったかと思います。今までだったらパッと見の成績ではそこまで悪い印象を受けなかったのに、他の成績も合わせてみると、あれ実は思ったよりも活躍していなかったのねとなるなど、最初に抱いた印象とのギャップが生まれることもしばしば。今回は1995年以降でパッと見の成績との印象のギャップが大きそうな成績7人分についてご紹介していきます。 まずはこちら、13勝5敗、勝率7割2分2人。 今やピッチャーの勝敗に着目している方も少ないかもしれませんが、そうは言っても13勝5敗なら結構勝ち越している。先発なら投球内容も伴っているのかなと思いそうなものです。ところが2015年当時ブルージェイズでプレイしていたドリル・ハッチソンの防御率はなんと5.57。逆にどうやってこんなに勝ち越せたのかと聞いてみたくもなるような防御率で、実際一定イニング以上投げた先発投手のうち、防御率5点台以上で勝率7割二分二人というのは、今回対象とした1995年以降では彼が最高。 ここから割と期間を遡ってもハッチソンが1位なのは変わりませんのでかなりレアな記録なのかなと。この年は MVP のドナルドソンやバティスタ、エンカーナッショウなどブルージェイズ打線が非常に強力だったので、ハッチソンはその援護を存分に受けた結果、防御率の割にかなり勝ち越すことができたわけで、先発時の平均援護点は脅威の6.85点。打線があまりに優秀で5回7失点しても勝利投手となったこともありましたし、逆に3回途中8失点した試合でも負けが消えることもあったりと、とにかく援護に恵まれていました。 続いてはこちら31セーブ。まあ、シーズン30セーブ上げるとなるとそれなりのクローザー。1年間その役割を全うしないとここまで来れないでしょうから、必然的に僅差のゲームを締めるにふさわしい成績になりがちです。 ところが2009年フィリーズでプレイしたブラッドリーチの防御率は7.21。世界中にいわゆる劇場型守護神と呼ばれる存在は数多くいますが、2009年のリーチはその頂点たる存在でしょうか。31セーブ上げたものの、セーブ失敗も11回とかなり多く、セーブ成功率74%というのは試合の最後を任せるにあまりに心もとないところであるんですが、幸いフィリーズはリッチを1年間クローザーに据えながらも地区優勝、リーグ優勝を果たし、ワールドシリーズまで駒を進めたのだからすごい。 なおポストシーズンに入ってからリッチもようやく本来の調子を取り戻し、さらに翌2010年シーズンは27セーブ、防御率2.96と復活の1年を送りました。このリッチの2009年シーズンについては以前取り上げたこともありますので、良ければそちらもぜひご覧ください。続いては防御率2.95。こちらはある先発投手が記録したものとなるんですが、イニングもある程度食う先発で防御率2点台となればなかなかの選手ですよね。 しかし2011年レイズのジェレミー・ヘリクソンはこの防御率ながら FIP は4.44防御率と FIP に乖離が生まれることは別に珍しくはないですが防御率2点台の先発でこれだけ乖離するのはさすがに少し珍しいかもしれません この年のヘリクソンは9人あたりの脱三振が5.6と先発であることを考えても少なめだったのに対し、予試球が3.4と別に少なくはなく、またホームランもそれなりに許していたことから、いわゆる投手がコントロールできる要素、三振、フォアボール、ホームランのバランスがあまり良くなかったことが、指標倍しなかった理由かと思われます。またホームランを除いたインプレイジの打率 BABIP が2割2分3人と、彼のキャリア平均2割6分9人と比べてかなり良かった、運に恵まれた部分があったのも防御率の良さにつながったのかもしれませんね。 なお、ヘリクソンは2011年のこの活躍によってリーグの新人王を受賞しています。はい。ではここからはバッターも見ていきましょう。まずは打率3割6厘。3割打っていれば攻撃面の貢献度もそれなりに高そうといった印象を受けますが、2014年フィリーズでプレイしたベン・リビアの OPS は6割8分6厘。この期間打率3割を記録しながら OPS が7割を下回った唯一の選手となります。 ショダ打つタイプでもないことから OPS などの総合指標で見てしまうと評価されにくいのは仕方ないんですが、これに加えて割とどんどんスイングしていくタイプだったことからフォアボールも少なく、2014年は626打席にも立ったにもかかわらず、フォアボールを13個しか選んでいません。こうなると出塁率も伸びないため結果的に高打率を残しながらも、攻撃面では平均以下の貢献度にしかならないと。 アナリティクスが主流になるとともにリビアのようなスラップヒッターの立場が悪くなってしまったのも必然の流れかもしれません。なお、この年のリビアの184アンダーはリーグ最多アンダー。なのに、どうして 続いてホームラン30本。先ほどのリビアタ単打が多いフォアボールも選ばないということで、トータルの攻撃力において評価されにくいのは仕方ない。でも30本打つようなパワーヒッターならきっと大丈夫。それを打ち破ってくれた存在が2017年レンジャーズでプレイしたルーグネットオドアです。先ほどのリビアよりも OPS が低いです。どうなってんのと。この期間唯一 OPS7 割未満で30本を打ったのがオドアー。 ホームラン以外の成績は全くの期待外れで、2017年全試合に出場しながら打率2割4厘、スレ率2割5分2厘、そして長打率が3割9分7厘。どれだけ打てない時期が続こうともホームランだけは安定して打ったのは素晴らしいんですが、シーズン30本という言葉の響きから抱く印象の常識を変えたのがこの年のオドアでした。ちなみに2017年開幕直前にチームと6年契約にて契約延長したばかりで、この契約はレンジャーズからオドアに契約の一部として馬2頭が送られたこともあまりに有名ですが、 契約延長初年度からいきなり波乱のスタートとなってしまいました。続いてシーズン34ホーマー133打点、そしてこの OPS。これはね、もう普通はめちゃくちゃ強打者、チームを牽引するようなスラッガー、当然チームへの貢献度も高いと思ってしまいそうですが、1999年ロッキーズでプレイしたダンテビシットのウィンザブリプレイスメントはなんとマイナス2.3。チームに貢献するどころか、指標上はチームに打撃を与えてしまっています。 現在、ブルージェイズでプレイするボービシェットの父であるダンテは90年代に活躍した強打者で、通算でも274本ホームランを打っているわけですが、当時はステロイド等現在では禁止されているような薬物にて強化されたバッターたちがリーグ中にたくさんいるような時代で、おまけにダンテが所属するロッキーズの本拠地クワーズフィールドは今以上に打者に有利な環境。 一見すると素晴らしい打撃成績を残しても、球場補正も加味すると WRC プラス100、OPS プラス102と、実はせいぜいリーグ平均程度の攻撃力になってしまうんですよね。 さらにビシェットはキャリア通して守備がうまくはなく、この年35歳だった彼には広すぎるワーズの外野を1年間守った結果、守備のウィンザーオリプレイスメントでマイナス3.9と大幅なマイナスを叩き出し、これがトータルマイナス2.3という結果につながってしまったのかなと、ビシェットに関してはウィンザーオリプレイスメントの普及によってその印象が大きく変わった選手の一人と言えるかもしれません。 そして最後、また先ほどのビシェットと似ているかもしれませんが、今度は OPS はビシェットよりも高く、さらに WRC プラス144と、リーグ平均を44%も上回る攻撃力。さすがにこれでチームに貢献していないなんてことないと思いみたいですが、2009年ナショナルズでプレイしたアダムダンのウィンザーオリプレイスメントはマイナス0.4。 ホームランか三振かフォアボールかという現代野球を一人先取りし、遠い日本ではアダム・ダンリツなる言葉まで生まれるほどにみんなに愛されたアダム・ダンさんですが、この年の攻撃面の貢献はほんと素晴らしかったんですよ。ホームラン38本はリーグ6位、球場補正を加味した OPS プラスではリーグ8位、間違いなくリーグトップ10のバッターでした。 ところがその打撃のプラスをすべて帳消しにしたのが彼のまずい守備でして、2009年の WBC でもその守備に関しては日本のファンにも広く知られたところでありますが、彼は守備のウィンザーオリプレイスメントで単年としては史上最悪となるマイナス5.2をこの年叩き出しています。 当時の NL は当然 DH などなかったので、基本段はどこかしらのポジションにつく必要があったわけですが、正直どこをやらせても大問題で、ファーストで DRS-23,UZR-13.3、レフトでは DRS-15、UZR-15.3、22試合しか守らなかったライトでさえ DRS が -7、UZR-7.4 と信じられないレベルで守れなかったと、 今はもうエネルも DH 制なので、ネクストアダム・ダンのようなパフォーマンスは出てこないでしょうが、これは伝説級のシーズンだったと思いますね。このあたりが1995年以降で特にパッと見とのギャップが大きい成績かと思われます。セイバーメトリックス等の指標は野球に新しい観点を提供し、その結果として評価されるようになった選手も多数いる一方で、逆もしっかりと、 ま、個人的にはこういったアンバランスさも正直好きで、ついこういった成績を見てはなんでこうなっちゃったのかと、詳しく調べたりするのも楽しいんですけどね。皆さんにもその面白さが少しでも伝わるといいなと思っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メル b に関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。